こんにちは、ゆいです。今日は私がバレエに行く時のカバンとその中身を紹介していきたいと思います。コロナのパンデミックが始まってからやっぱり電車はできるだけ避けているので、この肩掛けとリュックを背負って、ほんで芝さんを後ろのバスケットに入れて、でヘルメットをかぶって、雨が降らない限りは自転車で通勤しています。はい、1個目はこれ肩掛けで、これは自転車乗り始めてからこうやって自転車を漕ぐ時に邪魔にならない肩掛けがなかったので、適当に、古いジーンズで作りまして、中身はこういうカードキーとか、お財布は、キャッシュをこっちはあまり使わないのでちっちゃいがま口財布、ほんで、鍵、あとは、はい、これよく今必要ですね、サニタイザーが入っていたり、でマスクはだいたいいつもインドアはつけてないとならないのでつけてますが、やり場に困ったらポケットにしまってしまいます。でジーンズなのでポイって洗濯機に入れて洗っちゃえるので便利です。これが1個目のバッグでした。はい、2個目はメインのリュックです。これはロレので肩掛けもできるし、こうやって背負えるので超いいです。ポケットもすっごいいっぱいついてて、両サイドとあと外ジッパーついてるのもあるし、中にも2つ内ポケットがついています。でもう1個すごいのが、このサイドをこう両ジッパー開けると、ヨガマットとかフォームローラーとかちょっと長めのものを挟められて背負えるので本当に便利です。で中身はもうなんかすごいいっぱい入ってます。まずはあれですね、レッスン着系、これは明日のものです。ちなみにフーディー、上に羽織るあったかいやつと、レオタード、明日は1枚ですね、レオタードは。こんな感じのレオタードと、ヨガパンツ、こんな感じのと、長袖と T シャツ、半袖の T シャツ2枚と、下着とソックス、こんな感じです。クラシックのパドルのリハーサルの時はレオタード 2,3 枚とか、あとタイツちゃんと持ってったりスカート持ってったりしますが、普段はだいたいこんな感じですね。個人的には T シャツとこう短パンみたいな感じでトレーニングするのが好きです。次はこれも必需品、水筒。水がないとね、本当にやっていけないので、これはなんて言うんだろう、保温保冷が12時間とか効くやつなので、あったかいのを入れたい時も便利で、生理用品を入れるポーチ、これなんて言うんだろう、なんか化粧品っていうのかな、中身は歯ブラシ、歯磨き粉、ハンドクリーム、リップ、痛み止め、目薬って感じですかね。あと洗顔、洗顔結構手洗う、ソープがトイレにない時とか使ってます。あと、ボディミスト、ちっちゃいやつ、持ち運べるやつ、髪、毛、櫛と、あとカンカンに、ネットとかピンとかガチャガチャっと入れています。でおなじみのタイガーバームさん、そして絆創膏は箱ごとどっしり入っています。
で今は空っぽですが、お弁当は基本的にタッパーで、お菓子っていうかおやつはジャンに入れて持ってっています。暇な時に読む本は読むの苦手だけど2ヶ月前ぐらいから頑張って読み始めました。で、AirPods。 はい、こんな感じかな。まあ、いろいろなものが入っているバックパックとなっております。はい、最後3つ目はこの柴さんのトートバッグです。これは私がすごい柴犬が好きなので、それを知ってる友達がくれました。中身はあのシューズとかボールとかが入ってるんですけど、こういうねボール、あとはあこれニーパッド、コンテするときにねたまに膝が痛いのでニーパッドが入ってたり、シューズは一応このイーソップの巾着に入れています。これも巾着そのまま洗えるのでね、臭くならないように。でこの中に普通のフラットシューズ、トーシューズ、今は1足だけ持ってっています。でトーパッドとちっちゃいボールとセラバンドが入っております。でこんなもんですね。でこの柴さんには、帰る時にあまりにも汗かいて濡れちゃったTシャツとかをも入れて、すぐに冷蔵庫じゃなくて洗濯機に持っていけるようにしています。はい、ということでいろいろとごちゃ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 いっぱい入っていましたが、これが私の通勤時のカバンの中身でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。気軽にコメント、そしてもしよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた今度。バイバーイ。